二十六井戸のそばには古い壊れた石垣がありましたあくる日の夕方僕が仕事から戻ってくると僕の王子様が壊れた石垣の上に両足をぶらりと垂れて腰を下ろしているのが 遠くから見えました。するとこう言っている王子さまの声が聞こえました「じゃあ覚えていないのかいどうもここじゃなさそうだよ」他の声がきっとどこかで答えたのでしょう王子さまがすぐこう言ったのですから。 そうだよきょうだ,よ今日だったんだよだけどばしょはここじゃないんだぼくはずっと石垣のほうにあるいていきましたいくらあるいていってもだれのすがたもみえませんしだれのこえもきこえませんがおうじさまはまたいいました その通りだよ。砂の中の僕の足跡がどこで始まってるか見ておくれ。僕をそこで待っていさえすればいいんだ。今夜そこへ行くんだから。僕は石垣から二十メートルのところにいましたが、やっぱり何にも見えません。王子様は しばらく黙っていた後でまた言いました「君いい毒持ってるね」「きっと僕長いことを苦しまなくていいんだね」「僕は胸がつぶれるような気がして立ち止まりました」「しかしやっぱり何のことかわかりません」 さあ「もう向こうへ行って」僕「僕下へ降りたいんだ」「その時僕は僕で石垣の根元の方を見下ろしてハッと飛び上がりました」「そこには30秒の間に人の命を断ち切る黄色い蛇が1匹王子様の方へかまくびを突き立てていました」 「ピストルを取り出そうと僕はポケットの内を探りながら駆け出しました」「しかしヘビは僕の足音を聞くと噴水の水がだんだん上がらなくなるようにスーッと砂の中へ滑り込みました」「そして今度はそんなに急いでいる様子もなく」 金物を引きずるような軽い音を立てて石と石の間に潜り込みました石垣のところへ行き着いた時ちょうどうまく降りてくる王子様を僕は両腕で受け止めましたその顔は雪のように白くなっていました「一体どうしたっていうのかい?」 んて「僕は王子様がいつも首に巻いている金色のえり巻きをほどきました」「こめかみをしめして水を飲ませました」「ことがこうなっては僕はもう王子様になんにも聞く勇気がありません」 真面目な顔で僕を見つめていた王子様は両腕を僕の首に絡ませました王子様の心臓は鉄砲で撃たれて息も絶えそうになっている鳥の心臓のように鼓動していました王子様は僕にこう言いました 機械のいけないとこが見つかってよかったねこれで君は家へ帰っていけるんだどうして知ってるのそんなこと僕はとてもダメだろうと思っていた仕事がうまくいったことを ちょうど知らせようと思って来たところでした王子様は僕の聞いたことには何にも答えませんが続けてこう言いました「僕も今日うちに帰るよ」 それから悲しそうに「でも君んとこよりもっともっと遠いところなんだ」「もっともっと骨が折れるんだ」「王子様がこう言うのではその身の上に何か」 体底でないことが持ち上がっているに違いありません」で。でぼくは赤ん坊でも抱くようにしっかと抱きしめましたが王子様の体はどこかな深い淵に真っ逆さまに落ちていって引き止めるにも引き止められないような気がしました。 王子様は遠いところで迷子にでもなったようにきっとした目をしていました「僕君が描いてくれた羊も持ってる」「羊を入れる箱も持ってる」「それから口輪も」「そして 王子様は寂しそうににっこりしました僕は長いこと様子を見ていました王子様は少しずつ元気づいていくようです坊ちゃん君怖かったんだね王子様は怖かったのです それに間違いはありません。けれど王子様は静かに笑っています。僕今夜はもっともっと怖い思いをするんだ。僕はもうどうにも取り返しがつかないことが起こりそうな気がして。 また胸の内が冷たくなりました王子さまのあの笑い声が「もう二度とは聞かれなくなるのだ」と思うことさえ辛抱できないことがわかりました王子さまのあの笑い声を聞くことは砂漠の中で 泉の水を見つけるのと同じだったからです「坊っちゃん僕あんたのあの笑い声がもっと聞きたいんだ」けれど王子様は僕にこう言いました「今夜で一年になる」「僕の星は去年 僕が降りてきたとこっち,ちゃんそりゃありもしないこと言ってるんじゃないのかい蛇だの待ち合わせる場所だの星だのっていうその話。ねそうだろけれど。 王子様は僕が聞いたことには答えないでこう言いました大切なことはね目に見えないんだようんそうだね花だって同じだよもし君が どこかの星にある花が好きだったら夜空を見上げる楽しさったらないよどの星もみんな花でいっぱいだからねうんそうだね水だって同じさ君が僕に飲ませてくれたあの水ったら 車つなで組み上げたんで音楽を聴くようだったねほらうまい水だったじゃないかうんそうだね夜になったら星を眺めておくれよ 僕んちはとてもちっぽけだからどこに僕の星があるのか君に見せるわけにはいかないんだだけどその方がいいよ君は僕の星を星のうちのどれか一つだと思って眺めるからねすると 君はどの星も眺めるのが好きになるよ星がみんな君の友達になるわけさそれから僕、君に贈り物を一つあげる <laughs> 王子様はまた笑いました ぼっちゃんぼくその笑い声を聞くのが好きだこれがぼくの今言った贈り物さぼくたちが水を飲んだときと同じだろうそれどういうこと人間はみんな 違った目で星を見てるんだ。旅行する人の目から見ると星は案内者なんだちっぽけな光くらいにしか思ってない人もいる学者の人たちのうちには星を難しい問題にしてる人もいる僕のあった実業やなんかは 金貨だと思ってた「だとけど相手の星はみんな何にも言わずに黙っている」でも君にとっては星が他の人とは違ったものになるんだそれどういうこと僕は。 あの星の中の一つに住むんだその一つの星の中で笑うんだだから君が夜空を眺めたら星がみんな笑ってるように見えるだろうすると君だけが笑い上ょの星を見るわけさ <laughs> <laughs> そして王子様はまた笑いました それに君は今に悲しくなくなったら悲しいことなんかいつまでも続きはしないけどね僕と知り合いになってよかったと思うよ君はどんな時にも僕の友達なんだから僕と一緒になって笑いたくなるよそしてたまには そう、こんなふうに部屋の窓を開けてあうれしいと思うこともあるよそしたら君の友達たちは君が空を見上げながら笑ってるのを見てびっくりするだろうねその時は「そうだよ。 僕は星を見るといつも笑いたくなるっていうのさそしたら友達たちは君の頭がおかしくなったんじゃないかって思うだろうすると僕は君にとんだいたずらしたことになるんだね <laughs> 王子様はまた笑いました。 そうすると僕は星の代わりに笑いじょのちっちゃい鈴をたくさん君にあげたようなものだろうね。<laughs> 王子様はまた笑いましたがやがてまた真面目な顔になって言いました「今夜はねやってきちゃいけないよ。 僕君のそば離れないよ僕病気になってるような顔しそうだよなんだか生きてないような顔しそうだようんそうなんだだからそんな様子見に来たってしようがないじゃないか僕君のそば離れないよ そそうう言ってても王子様は心配そうな顔をしています。僕こんなこと言うのヘビのこともあるからだよ。君に噛みついちゃいけないからさ。ヘビのやつ意地悪なんだから面白がって噛みつくかもしれないんだよ。僕君のそば離れないよ。 王子様は何かしら思いついて安心したようにも見えました「そうだ蛇のやつ二度目に噛みつく時にはもう毒がないんだっけ」「その夜王子さまが出かけたのを僕は気がつきませんでした足音一つ立てずに 「姿を隠したのです」「後を追って守備を追いつきますと王子様はもう腹を決めたらしく足早に歩いていました」「そしてこういった霧でした」「ああ君か」「王子様は僕の手を取りましたがまた心配でたまらなそうに言いました」 来なほうがよかったのにそれじゃあつらい思いをするよ僕、もう死んだようになるんだけどねそれほんとじゃないんだ僕はだまっていましたねえ遠すぎるんだよ僕、とてもこのからだもってけないの。 重すぎるんだもの。僕は黙っていましたでもそれそこらに放り出された古い抜け殻と同じなんだ悲しかないよ古い抜け殻なんて僕は黙っていました王子様は少し気がくじけたようでしたが 「また気持ちを引き立てて言いました」ね「ねえとてもいいことなんだよ。僕も星を眺めるんだ。星がみんな井戸になって錆びついた車がついてるんだ。そして僕にいくらでも水を飲ましてくれるんだ。僕は黙っていました。 本当に面白いだろうな君は5億も鈴を持つだろうし僕は5億も泉を持つことになるからねそして今度は王子様も黙ってしまいました泣いていたからです だ「からねまわず僕を一人で行かせてね」と言って王子様は腰を下ろしました怖かったからですそれからまたこう言いました「ねえ僕のお花 僕あの花にしてやらなくちゃならないことがあるんだほんとに弱い花なんだよほんとに無邪気な花なんだよ身の守りといったら四つのちっぽけな棘しか持ってない花なんだよ 僕も腰を下ろしました立っていられなくなったからです王子様は言いました「さあもう何にも言うことはない王子様はまだ何か」 もじもじしていましたがやがて立ち上がりましたそして一足歩きました僕は動けませんでした王子さまの足首のそばには黄色い光がキラッと光っただけでした王子さまは ちょっとの間身動きもしないでいました声一つ立てませんでしたそして一本の木が倒れでもするように静かに倒れました音一つしませんでしたあたりが砂だったものですから